アレチヌスビトハには、豆かシバハギ族の多年草、北アメリカ原産の喫下植物。茎は直立、または車上して高さは50から100センチメートルになり、全体に開けでゲが生える。葉は5星子、三醤葉からなり、いただき醤葉は強卵系から卵型、または強調楕円型で、長さ4から10センチメートル、幅1から3センチメートル、先は、A 頭から A とかしら。 縁は全縁、基部は鈍型になる。側小葉は左右非対称でいただき小葉より小さい。葉の両面に伏した軟毛が生え、裏面は多毛で単色になる。葉平は長さ2から5センチメートルになり、基部にある卓葉は線形から強卵形で、先端は伸び、長さは3から6ミリメートルになる。下記は9から10月。茎先に塩水果汁を。 上部の溶液に相乗果女をつけ、多数の長径花をつける。果女軸に毛が生え、小花柄は長さ4から11ミリメートルになり、細かい針状毛が生える。花は高子色で長さ6から8ミリメートル、盗人と葉によりやや大きく、夕方にはしぼむ。学編は長さ2から3ミリメートルになる。果実は等日で扁平な不死化となり、 3から5個の小説家からなり、上部は直線上で下部がやや深くくびれるが、盗人とのように、くびれが天井になるほど深くはない。小説家はほぼ三角形で、長さ4から7ミリメートル、幅3から4.5ミリメートル、全面に細かい針状毛が生える。染色体数は 2N イコール22。原産は北アメリカ東南部。日本では、 本州の東北地方南部伊勢、四国、九州、琉球に帰化しているが、関東地方伊勢に多い。北海道イブリ地方からの報告もある。平地、市街地の日当たりの良い空き地、雑草地、開発地の空き地、道端などに生える。和名、荒ヌ地ビトハ萩は、荒ヌ地ビトハ萩の意。和名は、1940年に本州を大阪府で採集した。 岡山県の植物研究家の吉野善介によって命名された。種商名パニキアレイトムは塩水ジョのの意味。以前はデスモディアムディースブはヌスビトハギ族の学名として使用されてきた。1994年に大橋博義と梶田忠の研究によってヌスビトハギ類の DNA 解析が進められ、2000年には日本のヌスビトハギ類は従来の ヌスビトハギ属とは別属とされ、ハイレデスメム、H.O. ハシアンド R.R. ミルガ属として新設され、新しいヌスビトハギ属とされた。従来のデスモディアムディースブの和名はシバハギ属となり、日本分布の種はシバハギディヘターカーペンを含む4種となった。このほか、日本に帰化している同族の種は、北アメリカ原産の本種のほか、イリノイヌスビトハギディエレノンス、 エグレー、アメリカヌスビトハギディアブトゥースサム DC、紫ヌスビトハギディトーチサム DC、ガール。ありがとうございます。